レディオザビストリップ、今週はギターの優雅 MC をやります。よろしくお願いします。もうね、17日には周年っていうのなんだろう、ライブ活動を始めた、まあ、シークレットとか除いてね、正式活動開始から、15年6年なんかその辺の、あの周年っていうのかよくわかんないけど、ライブがあるので楽しみにしていてください。どんなライブになるんでしょうかね。セットリストとかも気になると思うんで、来れる方は楽しみにしていてください。はい、じゃあお便りいきます。ラジダユウさん、こんばんは。気になったのですが、普段ユウさんって何してるんですか？センターライン以外謎なんですけど。センターラインは謎じゃないんだね。友とかも謎じゃないんだね。謎って思われているなら、ちょっと正解良かったって思ってはいるんですけど、まあ、普段は、まあ、ギター弾いたりゲームしたり、なんやかんやいろんな人のお仕事を振ってもらったらそれをやってみたりとか、してます。あんま外に出ないかな、確かに今は。うん。次、同じ人ね。うちゲームやらないんですけど、ゆうさんもゲーム配信とかしてほしい。割とぼーっと見ていられて楽しいかも。ラフザでぷよぷよ対決してほしい。そのゲーム関係はね、なんていうの、そのゲーム会社の、なんかあるじゃん、いろいろ、その権利的な。そういうのの許諾が取れればって感じだよね。全然やるのはいいんだけど、その辺がなんか大丈夫だったらね、やりたいと思うし、メンバーシップもあるからね、そういうのでやれたらいいと思うんだけどね。ちょっと考えてみます。次、こんばんは、質問です。今年のバースデーライブは誕生日当日に開催の予定ですか？個人的に去年のゆうさんの誕生日の時みたいに、なんかその日だけのやつ、ペンダントトップみたいな、なんかそういうのとか、その日だけ、見たいとか、まあ多いな。そういうの売ってくれたら嬉しいです。ペンダントトップ、とても気に入っているので、遊びに行くとき、いつも黒と白をどっちつけようか、とても悩みます。ありがとうございます。今年のバースデーは、ちょっとスケジュール見てる。3,4,5,6,7。そうっすね。お楽しみに。はい、次。こんばんは。割と結構真面目な質問です。カラオケのジョイサウンド最新機種、レック TV っていういろんなアーティストの MV 見れるサービスがあるんですけど、ビストリップは2014年あたりの曲までしか入っていません。お客様アンケート的なやつ毎月書いてて、ビストリップの曲増やしてくださいってかれこれ1年弱は送ってるんですけど、どうやったら配信 MV 増えますか？別に CD 持ってるし家で見たらええんやんけって話ではあるんですけど、ライブ帰りに一人でカラオケ寄って唐揚げ食べながら余韻に浸りつつ MV が見たいです。確かにね、わかりません。すいません、わかりません。次、ユニーちゃん、こんばんは。こんばんは。あなたのお兄ちゃんになった覚えはありませんけど、最近学校でいろいろあって辛くて学校行けてなかったけど、317のライブに連れて行ってくれるみたいで、今月は毎日学校行けてる。あー、偉いね、頑張ってるね。質問です。高校をどこにするか決めなきゃいけないけど、どうやって決めたらいいのかわからない。どんな風に高校とか大学とか行き先決めましたか？今は警察官になりたいなって気持ちはあるけど、どういう高校とかに行ったらいいのか全くわからなくて、どう決めたらいいのかわからなくて。俺は、まあ、もともと音楽好きだったし、ギターもやってたし、まあ、その前からクラシック、チェロやってたから、まあ、その流れでやりたい、音楽はやりたいっていう漠然なのはあって、まあ、俺は本当はギターが好きだったから、その頃もすでに。チェロじゃなくて、専門学校に本当は行きたかったんだけど、やっぱ専門、ね、学校行ってもいいけど、やっぱ親的には、まあ、なんやかんやで高校出てほしいかなっていうのがあって、まあ、クラシックの音楽高校、前もなんかツイッターで書いたけど、総合芸術高校みたいな、そういうところにいて、まあ、クラシック基礎を学んで、まあ、ここ3年間専攻とか、まあ、やってなかったけど、副科っていうので、ピアノだったり、まあ、ピアノで音を聞いたものを譜面に起こすとかやったり、初見で歌ったりとか、そういうのをやってすごく大変だったけど、まあ、クラシックっていうのはやっぱね、音楽の基礎であるから、
後々その後俺は専門学校行ったんだけど、専門学校でやっぱりああすげえ勉強しててよかったなっていうことが多かった。うん、音楽理論を習うんだけど専門学校でもやっぱクラシックでやったことがもともとねあったから、それがずっと頭にあって、やっぱ他の人よりちょっと音楽理論とかそういうのは進むのが多かったし、理解もかなりできていたから、まあまあ俺はねそういう風に選んだけど、警察学校行きたいんだったら警察学校に行くため の、まあまあ高校とかはあれかもしれないけど、あのいわゆる警察学校っていうのがあるでしょ、そういうところに行くために、まあ、どういう勉強したらいいのかとか、まあ、そういうのを調べたらいいんじゃないかと思います。次、こんばんは、質問です。1月のライブでゆうさんがスラムダンクの話をしていたのと、街中で流れる第ゼロ感がめっちゃかっこよかったので、原作読んでないけど映画見に行きました。運動できないしバスケのルールも知らんけど面白かった。シルカワの顔が好きです。ゆうさんは誰がお好きですか？俺もルカワね、ルカワかっこいいよね。ルカワだな、ルカワです。ミッチーもまあそうね、なんかそういう風にあんま見たことなかったからな。まあでも俺もルカワとしておきます。顔が好きです。あとアメリカに行くってか俺すげえ鼻声じゃん。まあいっか。次、ゆうさんこんばんは。もうすぐ317のライブですね。そうですね、15年前の317のこと、3月17のことで印象に残っていることってどんなことですか？結構鮮明に覚えていますか？それともバタバタしてたり緊張してたりで全然覚えてなかったりしますか？当日じゃなくても指導した頃の思い出にで残っていることを聞けたら嬉しいです。全く何にも覚えてない。もう本当に317にライブしたんだなっていう記憶、ウエストでイベント出たんだなっていう記憶があるだけで、何にもちょっと1ミリも覚えてなくて、この前ルイが何々の曲から始まったから何々の曲でやりたいなみたいなのも言ってたんだけど、それすら全く覚えてなかったです。次、こんばんは、相談です。私はイライラすると周りが見えなくなってしまい、イラつきが一定数までいくと切れてガーッと言いたいことを言ってしまい、周りが見えなくなってしまいます。周りが見えなくなりまくってるね、そりゃ。この前コンビニでご飯を買いに行った時に、なんかヤバめの人が店員さんを恐喝しててレジがもたついていたのに、イラついて、お前店員さん恐喝してんじゃねえよ、警察呼んどるからなってヤバめの人にガチギレして勢いで警察呼びました。警察の人が来てから、じゃあ私帰りますねって店を出たのはいいものの、ふと冷静になってご飯買い忘れたことに気づいた。あの気づいたのと、あのヤバい人が想像以上にヤバい人だったら刺されたりしたのではと思い、変な汗いっぱい出ました。どうしたら冷静に立ち回れるでしょうか？すぐに切れる癖を直したいです。いやー、ちょっと海くん案件ですね。まあ、俺も前は結構怒りやすかったんだけど、でもまあね、その注意するのは悪いことじゃないけど、まあ、言い方とかそういう問題だよね。だからそれのせいで自分の身が危ない目に遭うんじゃないかっていうところだからね。まあ、そこはちょっともう本当に大人になるしかないね。はい。次、ゆうさんへ。昨日割とメンタル終わってたので、夕晩の T シャツを着て幸せに浸かることで気持ちを落ち着かせました。ゆうさんはメンタル不調の時に身につけると落ち着くものとかやることってありますか？あー、ないね。俺結構メンタル不調がそもそもあんまないから、ちょっと心配だな不安とかだなっていう時はあるけど、なんかやっぱライブとか何かをするってっていう時にあるものではなくて、もう本当に将来で不安だなとか、もうそういうレベルだからあんまないんだよね。そもそも落ち着くものとかもそんな、なんかものとかはなくて、寝るかな、とりあえず寝ます。次、ゆうさんこんばんは。俺に言われても困るんだけど的なことを言われていましたが、ゆうさんなら話通じるし、ダメなことはちゃんとダメって言ってくれるので、もうじゃあ読めね。ダメなことはちゃんとダメって言ってくれるので、つい頼りにしちゃう。ゆうさんが大丈夫って言うなら疑いもなく信じられ、ああ、嬉しいことを言ってくれますね。これからも何かあったら愚痴りに、愚痴りには来なくてもいいけどね。
ごめんと思いつつ、ゆうさんで泣きつく。スタッフが言わなきゃ、これ読んでいいや。スタッフが言わなきゃいけないことをビストリップはメンバーが言ってるんじゃない？これ読んで、まあいっか。まあまあまあ、なんだろうね。その、まあいろんな会社の携帯があったり、さ、うちもさ、いろんな人が関わったりして、まあ、どこがどうなってっていうのも、まあみんなもわからないだろうし、俺らとしても、その手が届かないところっていう至らない部分はたくさんあると思う。今回の、ツアーのスケジュールの件もそうだけど、そうね、俺たちはこうしたい、ああしたいっていうのがあってもなかなか思い通りにいかないことってね、たくさんあったりするから、まあ、それがそうならないようにスケジュールに関してだけじゃなくてね、なるべくみんなのところに寄り添えるよう、寄り添えるように俺らもしっかりこう対策っていうかね、こうやっていこうっていうのは本当に常々考えているので、ね、もっと俺たちももっともっとしっかりちゃんとやっていこうと思っているので、ね、頑張ってみんなも飽きずについていってくれたら、本当に何かいいものをこれからも見せ続けられるようにね、頑張っていくのでお願いします。次、皆さんこんにちは。質問がありお便りしました。15年前の317にビストリップとして指導した時のライブ衣装って何を着たか覚えていますか？記念イラストを描こうとした時に当時何着ていたんだろうと気になったので、ぜひあの頃のエピソードを交えながら教えてほしい。あの頃のエピソードは覚えてないけど、着てたのレディーなんじゃないの？そんなことないの？4月の22日だっけ、なんかその辺にリリースしてるよね、リボルバーって確か。多分、レディー、リボルバーの時の衣装を着てたんじゃないかなと思います。参考にしてみてください。次、ラジザのお便り。新武器ネメシスとシーズン16どうですか？ストボ嫌いなので早く近々やりたいです。もう通じないよね、もろもろ。まあいい。あとセンスなさすぎて上達戦から友達にずっと怒られてて面白い、おもろいです。私っていう重荷を背負わせてみんなの特訓に一役買っても、ああ、それはいい。エベ楽しいですね。そうね。いやー、ネメシス強いよね。ほんとさ、赤アーマーでも4回ぐらい1個連続で当てられるともう溶けて死んじゃうのがもう辛い。だから、でも、そう、持ってます。俺もネメシス99か、カービン99か、ちょっと最近ネメシスボルトっていうのもやってみてるですね。なんかワンパイやれば結局エネア持ってなんかみんな大体持ってるから、まあまあ味方次第だけど、ちょっとフレンドとの武器見ながらどれにしようかなっていうのは考えつつやってます。次、昨年末からずっとライブやイベントキャンセルするほどメンタル死んでたんですが、ここ最近少し回復してきて今度のツアーからまた参戦できそうです。仕事も新しいことで始めるのでまだまだ不安だらけですが、ゆうさんからの応援があれば頑張れそうなので一言お願いします。じゃあ頑張ってね、俺らに会えるのを楽しみにして、まあライブとかでもねすごい楽しい、かっこいいライブをするので頑張って仕事して稼いできて俺たちに使ってください。お願いします。次、ゆうさんこんにちは。以前アニメ紹介にいてバノマギをおすすめしたんですが、見れそうでしたか？もし見ていただけたなら気になる子や推したい子いましたか？いるならぜひ教えていただきたいです。バノマギまだ見てないです。なんでか知らないけど、なんか多分ドラマ100万回言えばよかったとかなんかその辺見ちゃってるので見てなくてごめんなさい。本当に移動がある、今回のツアーとか移動あると思うんでその時に見ます。すいません。というわけで今回はギターのゆうがお送りしました。ライブ3月17日のライブ楽しみにしていてください。ツアーの方ももうすぐ始まるので、ね、平日が多くなっちゃったのは申し訳ないんですけど、来てもらえると嬉しいです。待ってます。よろしく。それじゃまたね。